た。よし、じゃあドレインよし、オッケー、予備パドルよし、大丈夫そうだね。じゃあ行くか。よし、行こう。おお、よいしょ、よし行こう。おお、いいね、なんか期待できそうやね。はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ジラフです。今日はですね、南房総、南房総って言ってもね、南の南、さらに南ですね。初スポットですねに来ておりますね。まあ南に行けばね、釣れるってね、自分がねちょっと思い込んじゃってるんで、まあそうでも、実際はそうでもないんですけどね。どうしてもね、あの南の方にね来ちゃってますね。いや、北の方もね結構ね釣れたんですけどね、思った以上に。今日もね、なんかね持ち帰れるね、食べれる美味しい魚ね釣っていきたいですね。それではね、今5時半かで那珂潮ですね。でお昼ぐらいにかけてね、あの潮が下がってまいりますんで、まあ午前中いっぱいね、今日もね頑張っていこうかなと思います。それではね、今日もねやっていきます。では行きましょうかね。なんかイカが釣れるっていうのと、のマダイののっこみが始まったっていうのと、青物もね結構深場の方にね来てるよっていうねお話をね聞けたんで、ではね、やっていきたいと思います。なんかね、しょっぱらね、浅場にね、反応ありますね。うん。イカ釣りたいんだよね。はい、軍艦グリーンですね。投げていきます。で、リールがサハラの 4000XG で、ロットがですね、ダイソーロットですね。で、これでいきます。おっと。で水深 4.5、 本当はねノーマルのエギがいいんですけど、軍艦グリーン売ってないんですよね。うん、でも魚の反応ありますね。今回もね、ところどころイワシがいるんですよね。なんかこの間のパターンとちょっと似てるな。この間イワシいっぱいいたんですけどね、ちょっと赤旗しか釣れなかったんですよね、こっち方面は。参ったな。ベイトがいると、まあ、全くいないよりはいいと思うんですけど、またね、いっぱいすぎてもね、また今回もね、下を見るとね、イワシだらけっすね。でね、ポツ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 ね、泳いでます。泳いでるけど、追っかけてんのはいないのかな？水深 7.4。賑やかっすね、やっぱり海が。海が賑やかだけど、釣れない。なんだこの線みたいなの。何の魚？追っかけてる感じはしないですよね。でもこれ辺り一面イワシがポツポツだと、どこ打っていいか分かんなくなりますよね。はい、ビンビンスイッチのね45ですね。黒ネクタイ今日ね、
水が澄んでるのに黒ネクタイどうなんだろうって感じなんですけど、やっていきます。この間ねフグにやられちゃってね、黒ネクタイしたんですけど、で45ですね。水深ね今 23.5 ですね。でビンビンスイッチ45ですね、落としていってます。ポイントっぽいんですよね。ポイントなんで、本当今反応はないですけどね。来たぞ。ちっちゃいな。なんでエソちゃんこの引きは。なんかちっちゃいぞ。しょっぱら来てくれたけど。なんだ。エソちゃん、ミニエソちゃん、ミニエソちゃんですね。はい、バイバイ、ありがとう。君じゃないんだよな。やはりいますね、ミニエソちゃんは。ここでも南に行ってもミニエソちゃんか。もうちょいビッグエソ連れてくれたら嬉しいんだけどね。なんだろうこの点点点点の反応。ちょっと重め。叩いてるか。あれバレた？あーバレてないね。なんかいるね。なんだ？デカエソちゃん？中エソちゃん？んーなんか上がるねでも。素直に上がってくれるね。あーカワハギちゃん。あーいやーカワハギだね。はい、カワハギちゃんですね、連れてくれました。30ジャストぐらいですね。お持ち帰りサイズです。じゃあ持ち帰ろっか。当たったね。おお、ちっちゃいワシか。そのままつけといちゃい。当たったと思ったらちっちゃいワシでしたね。ワシつけてそのまま落とします。足にしてはでかい当たり。でかくはないか。ちっちゃいな。またミニエソちゃんかな。なんだろう。ああちっちゃいね。ちっちゃい。また何が釣れたの。またミニエソちゃん。ああエソちゃんですね。エソか。エソちゃん多いねここも。エソちゃんありがとう。バイバイ。あ
味噌は入れ食いだね。風が結構出てきましたね。まっすぐだね。重さ変えよっか。斜め引かないね。あ、やってきた。軽いな。またエソ？エソにしては叩くね。なんだろう。エソっぽいね、これ。ああ、エソちゃん。エソちゃんか。エソ何匹エソよ。はい、エソちゃんです。こんなのさ。いやー、風がね、結構出てきましたね。天気予報ではそこまでね、出る予報、まあ午後から出る予報だったんですけど、まあそれがね早まったんですかね。で、まあ手前の方でね少しだけやってね、今日はね上がろうかなと思います。まあ、できるのかな。できなければねもう上がっちゃうんですけどね。シャローの方ね攻めてって、ね、厳しいようだったらねもう早めに今日は上がりたいと思います。それではね移動します。ダイソー DJ、ね、帰ってきてましたね。この辺でちょこっとやってくれるか。エソちゃん、もうでっかい。エソじゃねえか。はい、エソちゃんですね。エソの連れかかり。マジか。ああ、大丈夫よこのエソ。今外すからね、待っててね。エソちゃん、エソちゃんですね。バイバイ。行きますか。今は1時半、よし、じゃあドレインよし。ではではでは行きましょうか、いや暑いね。食いすぎたな。ちょっと頑張んないとな。よし。よし、絶対行きますよ。うまみが全然ない。なんだこれ。なぎやな。よいしょ。行こっか。はい、いつもご視聴ありがとうございます。シラフです。今日はね、もう1時半、午後の1時半ですね。で、午前中ね、ちょっと予定もありましたんで、午前中ね、風も強かったんですよね。今ね、だいぶ風も落ち着いてきてますね。海はね、珍しいです。今日もね、あの、なぎです。あんまりなぎすぎてね、
ってどうなのかちょっとわかんないんですけどね、美味しい魚釣れるといいな。まあまあね、海もクリアです。まあまあじゃないな、結構ねクリアですね。海もクリアになってますね。ああこんなクリアで釣れるのかって感じなんですけど、頑張ってやっていきます。それではね、沖の方を目指していきます。でなんだろう、ウィンディーはそんな風なかったんですけど、ヤフー天気の方がね風速6とか書いてあったんですよね。それにしては全然風がないんですけど、まあこういうのって海行ってみないとやっぱ分かんないんで、まあね急にね風がね吹いてきちゃう場合もありますんでね、警戒しながらねやっていきたいなと思います。それではねやっていきます。反応ありますね。でもうねダイソー VGA なんですけど、すごいもう茶色くなりましたね。結構変色して、これ投げていきます。まあ、新しいの買えって話なんですけどねもうこれずっと使ってますね。でしかもこれで釣れちゃってますね。こんな先端もねこんな削れちゃって、まあこんな感じなんですけどね。あらボトム反応なくなっちゃったね。いやこれ波がね、いやほんとないっすね。潮も流れてんのかって感じなんですけどめっちゃ綺麗だね。めっちゃクリア。ヘビっちゃったね。クリアすぎて。結構クリアだもん。なんか来たぞ。何が来た？え？あ、フグ。なんだ、北マクちゃん。北枕ちゃんですね、いつも。なんだよ。しかも、あ、ダイソーワームが切られちゃった。はい、北マクちゃんです。皮膚だね。おお、落ちた。はい、再度ね、ワーム投げていきます。北枕ちゃんですね。来たんだよね。でも他に魚いると思うんだよね。移動しようかな。風が出てきたんだよね。しょうがないか。うんね、いるんすよね。北枕じゃないのがね釣りたいな。風が出たね。思ったよりね風出てきましたね。ちょっとね手前の方でね、ワームですね。ワーム投げて帰ろうかなと思います。風も強いしね。結局あんま釣りはできなかったんですけど、この辺もいるんだよね。でもいることはいるんですよね。ワームでやるしかないよね。ワームと
果かな。何が釣れた？あ、でかい。なんかでかいの釣れた。あ、でっか。おお、でっけえメバル。すごい。メバルちゃんですね。でっかい。何センチあるんだろう。あ、でかいね。君。あ、でかっ。でっかい釣れましたね。でっかいメバルちゃん。でっかいメバルちゃん釣れました。でかいっすね。ダイソー VJ DJ です。35ですね。35あります。でっかい。ありがとう。でっかいの釣れましたね。早速これは持ち帰らせていただきます。風が強い。バレた？バレた。来たね。来た。いるよ。大丈夫。きついか。フランデ持ってくるよ。今現在4時半ですね。大体ね、1時半から2時の間ぐらいに始めたんですけど、厳しかったっすね。エソとあと毒の北枕とあとメバルですね。メバルが35センチぐらいの釣れてくれて、あとね、イナダっぽいのね、バラしちゃったんですよね。結構強い引きだったんですけど、あのボイルがあったところでですね、またリベンジですね。またね、ちょっと頑張っていきたいと思います。いや、ちょっとね、寒くなったな。風もね、出てきたんでね、もう今日は帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。良ければね、チャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではね、また頑張ります。ありがとうございます。バイバイ。